恋人ですか？いやだな。いろいろなインタビューでも配信でも言ってるじゃないですか。本当にいないですよ。完全フリーです。僕は大切なものを作らないことにしてるんです。いつか別れが訪れるから。まあ実を言うと一人気になっている女性はいますが、立場が違いすぎますしね。こういう発言はまずいですか？なら聞かなかったことにしてください。あの時の僕は全てから逃げた。